吉田さん、オーープンカーっていいですよね、まあ、私のセルシオはねサンルーフが空いてるんですけども、まあ、サンルーフが開けて走ることはないんですがまあでも天井を開けるだけでも結構な開放感があるんですよでキットに関してはティーパールーフなんでパコッとね天井外れるんですよただまあ手動なんですけどもねで窓って結構外したらでかいんですよでかいからちょっと車内にはなかなか置いておけなくて置いておけるんですけどもまあ外して 運転すると途中で雨が降ってきたりねそれから天井から暑い日差しが来てやっぱ天井いるなと思ったりとかねいろいろとねあるあるなんですけどもでキットに乗っている他のオーナーさんってティーバルフの天井ほんとスケルトンで日光が降り注いでくるんでわわざわざねダンボールかかななんんででりすするぐらいなんですようんだからやっぱこうオープンカーザッと開いてバッと閉まるみたいなのは、うん、とってもいいんじゃないかなと思いますね。 あーオープンカーね。なんか案外、温風館って、あの、<laughs> 開けっぱなしだから寒かったり暑かったりするのかなと思ったら、エアコンがきっちり効くのと、それも考えて、あの、構造ができてるんで、なんかオープンカーにしたからって言って、もう風が吹き込んで髪の毛がバシャバシャになるとかね、車内の書類が飛んでいくとか、それからエアコンの効きが悪いとかっていうのはあんまりないみたいですね、まあ。その辺も体験できるんじゃないですか。うん、あのオーープンカー ああるあるみたいな動画っていうのも多分撮ると思いますしあの、まあ、Z4 ですか持ってる人もあんまりいないんで、えー、まあ結構注目されるんじゃないですかね私は逆に昔は二足三門だったんだけども今はなんか懐かしい車みたいなんでね気象家のグロリアとかあの辺攻めてみたいなと思うのとやっぱり軽自動車の中でも名車って結構あるんですよでしかもねやっぱこう二足三門だったんで叩き売られて なんか結構今希少車になっていて状態のいい軽自動車ってのもなんかね逆に100万とか200万するみたいで面白いですね車ってねやっぱりねあと私が10代とか20代の頃に憧れた車って今ほんと希少車で例えばソアラとかねないですからねうーんあのソアラって多分あのある34ぐらいに今人気があって手に入りにくいんじゃないですかあのインテグラとかねあのプレリウードとかね 昔で言うバブルの時代のナンパカーとかあの頃私は20代だったんですけども逆立ちしても買えなかったんで今ならね乗ってみたい気持ちもしますからねまああの日産はそこそこ乗ってきたんでまあセルショウですかやっぱりセルショウですねセルショウももう6台7台乗り換えてきましたけども今の方ってのは本当に気に入ってるんですよもうまさに求めていた1台ですねで白を選んだのがまた良かったなと思いましてねずっと黒だったんですけども 白いいですねやっぱね30後期の白はやっぱり似合うな、うん、ね10とか20は黒が似合ってたんですけどねまあということでいろいろと感じるものがあるかなとオープンカーすごいいいじゃないですか羨ましいと思いますけども欲しいところまで羨ましくないんですけどもでも一緒に乗ってみたいですね是非、えー、お越しくださいでは